前ここの場所分かったんだな。うん、分かった、一瞬で分かった、あ、ここやんっつって。さすがだな、あたる。いい夢を見た、昨日一日寝て。たまーにさ、テンション感おかしい起き方したりするやん俺。まああるな。いい夢を見てるんだよ。いい夢。今回またいい夢を見た。すごくいい夢を見た。俺らに足りなかったもの。俺らが何をしていかなきゃいけなかったのか、そして何をしていけば俺らがもっとうまく噛み合って組織として動いていけるのかってのを夢で見れた。ほう。救急で、うん、普段一人行動をしてる人たちがいっぱいいるじゃん。まあそうだね。その中で別にその人たちを無理に呼ぶこともなく、まあいるメンバーでさ、フィードバックしたり、ね、ちょっと温度感が違ったりとかって、ね、あとは大事な話をしてる時も前のナンバーだったりとかさ、っていうようなメンツが集まって話してたじゃん。そうだな。俺の夢は違った。みんないた。別にボスがいるいないは覚えてない。夢だもん。でも、みんなで笑い合いながらもダヨの失敗とかジョバの失敗とかを笑ってるような夢を見た。俺らに足りないものこれだわって思って心地よく目覚めた。今まで悩んでたんだよ。今回さ、まあ誰が悪い誰が悪い散々話をしてさ、で結局俺ら全員モズクビになって、で、おのおのが責任を感じてさ、ね、大学もわざわざ俺にさ、俺のこと呼び出してさ、俺にこういうことがあったんだって、本当に申し訳なかったっつって俺に向かってさ謝ってきたし、でもそんな謝られたって俺だって日があるから、そんな俺は謝れる筋じゃないってそういう時言ったけど、うん、でもさ、反省つって個人が成長するのはいいよ。でもモズとしての成長ってないじゃん。今までだとさ、誰かが反省して、じゃあそれを情報共有しなきゃねつって情報共有できてなくて俺だってまたこうなってるわけやん。で、何かがあったとしてもキミトスには情報は行くよ。誰かがキミトスのことを呼び出して、
こういうことがあったんだっつって、うん、でもそのことをボアは知らない、あのユフは知らない、俺も知らない、それがダメって夢で気づいた。まあそうだな、やらかした張本人のくせにあれだけどさ、今すっげー心穏やか分かっちゃったこうあるべきだったなっていうのは、すっげー考えて悩んで結果出なくて最後の最後に夢頼みだった。お前らしいな、めっちゃもう本当に神はいるかもしれないまで思った典型を得た。夢って別に夢の世界云々じゃないぞ、うんうんうん、ガチの夢だぞ本当に夢だから、いい夢見た。そしたらさ、今日起きたらさ、無線入ってないじゃん、君とす、まあ、そうだね、ダヨの報告がさ、うん、もうそのまんまの形でさ、すげえテンション上がっちゃって、マサイメになるかもって思って、ウッキウキで君とすと話してる今。あいつなんて言ったと思う？今までだったら考えらんないよ。コジーに最近大型いなくないって言われた。だからこの間キミトスとかルーハスさんとかそのエイトでいたメンバーで話した内容で一旦返してみたんだけど、大丈夫かな、他になんか違うこと言ってる人いないかな、でわざわざ無線入れてた。それ聞いた時も飛び跳ねるくらい正直嬉しかった。これだ、何のための無線だよっていうのが綺麗さっぱりなくなるくらいすごく気持ちよかったし、これがあるべき本当のちゃんと普通にやってれば普通に起こるであろう無線だったんだな。これしてったら俺ら今モズじゃねえけど変われんじゃねえかなって。そんなこと言ってたか。こちら戻りました。おのおのが持ってる情報、一人行動の時に得た情報を無線で共有したり、人がいるところで喋って統合して組織としての考え、俺らとしての考えをまとめて、その共通認識を得て、それでも何か問題が起きたんだったら、でもそれは起きたことに対する認識っていうのはみんなが同じなわけだからね、これが起こりうるかもしれないって予期ができるメンバーも絶対にいるし、実際起きてしまったってなったらボスに報告すればいいし、おのおのが違う考えのまんま問題が起きて今までみたいになるんじゃなくて、同じ方向を向いていれば全然違ったんだなっていうのがちゃんと頭の中で言語化できて理解できて、俺今めちゃめちゃ気持ちがいい、こんな状況だけど。それがみんなができてればよかったのにさ、一回一回いろんな人から報告聞いてさ、みんなに説明する時間もない中でさ、ひたすらに頑張ってさ、
ボスならこうするだろうとかさ、ボスのためだったらこうだなっつってさ。ごめんな、君とす。いっぱい迷惑かけて。そんなことねえや。いやーでもな、やっぱ嬉しいな。仲間って最高だわ。それができて初めて仲間だよ。俺ももっと頼るわ。頼れるようになるわ。ダイヤも分かってるよ。そうだね。なんか不思議だな。何が？ナタルってなんかサバサバしてるっていうかさ、なんかあんまりなんかそういうなんて言うんだろうな、なんか当たるからそういうの前なんかなんて言ってんだろうな、いやありがとう。俺もめちゃめちゃ必死に考えた上での夢だったから、多分必死に考えた成果が出たんだよ。今までだったらボスだったらボスのためにみたいな風に考えてたよ。でボスに言われた言葉を真に受けてボスの役に立てない人間になってしまったっつって、ボスを失望させたっつって、ただそれだけだったと思うよ。でもさ、ボスを支えるために必要なのって子じゃねえんだよ。下の人間が束になって初めてバンダーマーっていう男を支えられるくらいの柱になれるんだよ。一人じゃ脆くて潰されるよ。だから俺らが考えなきゃいけないのは、確かにボスファーストだよ。でもボスファーストを思って集まってるみんなのことを考えて、そこで出した結論が初めて本当のボスファーストなんだなって気づいた。だからこれ以上俺には無理だけど、まあここまで俺は言語ができたから、あとは無理やりにでも下敷きになってるもん、またバンダーマを下からもうトランポリンのごとく跳ね返すがごとく、もう天高く飛び、もう吹っ飛ばすくらいの力で下から持ち上げられるようにもう一回集まりたいと思うよ。そうだなっていうのをキミトスに託した。
言語化はできたし、サポートはするし、多分俺は減らず口だから口だけだったらいくらでも言える。でもそこに信頼と熱意を乗せられるのはうちのメンバーでは君とししかいないと思ってる。俺を頼ってくれるのか。支えはする。ボスファーストのために、キミトスを支える。ありがとう。お前からこんな元気をもらう日が来るとはな。これはもう前向いたぞ。全員の首根っこ掴んでるもん。前向かせろ。そうだな。それでも顔が上がんねえやつがいいんだったら俺が顎蹴り上げる。嫌でも上向くだろ。蹴り上げちゃうか。顎蹴り上げた俺の後ろ、もう俺が顎蹴り上げてキミトスがケツ蹴り上げれば、嫌でもそいつ上向いて前進むよ。ナタルがケツ蹴り上げて俺が、ナタルが顎、俺が顎蹴り上げて上向かして、うん、キミトスがケツを蹴っ飛ばせば、うん、上向いたまま前進むだろ。ああそういうことか。上に飛んできそうだけど、うん、まあもちろん俺も、まあなんだかんだあったとはいえ、無線抜けます。やっぱり行けるなら全員で、おそらくこのまま寝ますみたいなとやっぱり思ってて、おやすみなさい。まあさっきアヌと話してきたけど、まあアヌとしてはまあワンチャンモズとしての、モズとして関わるっていうのはここが最後なのかもしれないなとはまあ思ってる。しゃあない。この話でこの解決策と俺らがまた一つにならなきゃいけないっていうところの肝は、共通認識と今までの意思の疎通、同じ方向を向くってところ。それができないんだったらそれ以上は無理だ。蹴り上げたってただひっくり返って大の字に寝そべるだけだよ。そうだね。俺がいくら蹴り上げたってそいつが倒れたんじゃ、キミトスが後ろから蹴飛ばして前に進ませることができない。そこでノックアウト KO 終わり。でも別にそいつが悪いわけじゃない。本当に心通わせてそれでも合わないんだったらそいつが悪いんじゃなくて、もうしょうがないこと。
仲間がいなくなるのは辛いけど、正直それに合わせる余力はもう俺らにはない。そうだな。まあ最後はな、俺たちがどんな言葉を並べて思いを伝えても結局決めるのは本人だから、でもありがとう。なんかこれでいいのかなみたいな感じでさ、その組織として割り切らなきゃいけないところは割り切らなきゃいけないなとも思うし、でもやっぱり本心としてはみんなでまたねやり直したいしさ、まあ、正直それでずっと悩んでて、どうみんなと接するべきか、まあでも本当今のあたらのおかげで答えが出たような気がするわ。まあこれで出なかったらお前の頭の中どうなってんだこの野郎って感じだけどね。終わってる終わってる。おいおい、終わってます。うん、もう一旦あれか、それでもう気づけなかったらアンブレラのラボ行って脳みそ移植しよう。忘れてる記憶も取り戻せるかな。ああね、ワンちゃん未開道の3の線消えるかもしれない。未開道になるってこと？うん、ワンちゃん1になるかもしれない。いや1になるんだ。しかもテンション感も変わってケツアゴも治る。わあ、ケツアゴはそうだね。うん、ボス守るために残機残してるからな。そうかね、ワンちゃんだから脳移植したら君とそのアゴ今割れてへこんでるやん。まあ、なんかケツアゴやん。うんうん、逆に、ケツオみたいに、ニュッて伸びてくるかもしれない。逆にね。逆にね。その、へこんでるところ。脳をプラスしちゃった分、その分骨が出てくるんだ。そう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 、ニュッて。どういうシステム？では、一郎も出ます。おやすみなさい。おやすみ。まあ、そんだけ。ありがとう。うん。それだけ今日言わないと、俺明日明後日いねえからよ。そうなのか。うん。明日明後日いないのかお前。明日明後日いねえよ、この話しておきながら。そうか。うん。明日明後日いないのか。明日明後日いない理由を、うん、お前にしっかりと伝える。お前もしかして、いいかよく聞け。これはとても大事なことなんだ。もしかして君とす俺は明日明後日引っ越しだ。だよな、なんか分かった気がしたわ今。分かった気がした。おお、いいサービス受けたよな。お互いな、お互いな。ああ、めちゃめちゃ相談乗ってもらった。すごく真摯になって1から100まで教えてくれた。ああ、本当だ。うん。もう家電の値切り術まで教えてもらった。すごいな。実践したらすごく下がった。すごいな。ものすごい下がった。実質冷蔵庫なんかタダでもらったようなもんだぞ。おお、すごいなお前。おお。引っ越し大変だな。まあ手続きほぼ全部今日終わらせてきたけどね。ああ、俺も本当大変だった。役所を走り回った。そうだよな、引っ越しした後も役所だ。ああ、転入届を出さなきゃいけない。ライフラインのもろもろはやったか。やってるぜ、終わってるぜ。しかも当日ネット開通だぜ。ああ、いいな、俺もそれだ。最高だぜ。同じ道を歩んでるな。
あとは本当回線ガチャだったんだけど、どうだった？いけてそうだ。いけてそう。了解。速度測ったか？速度はちょっと測ったんだがな。なんだあいつ、ヘリどうすんな。んだ、見せ物じゃねえぞ。見せ物じゃねえぞ。見せ物じゃねえぞ。なんだ、出来次第でも探してんのか。いいなと思って見に来たら、久しぶりに見たから感動してた。あ、勝手に感動してんじゃねえよ。もう感動するのは全然いいんだけど、ヘリの音ちょっとうるさいな。バイバーイ。バイバーイ。自由か、あいつ。落ちねえかな、あれ。あ、落ちなかった。あいつ自由か。自由だな。また犬塗りだったらどうしようと思ったよ。いちかと話してるときにな、犬塗りが来てな。うん、まあ結構いい景色のとこで話したんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、うん、小峰で俺らのこと盗撮してるんだけど。嘘やん。インド。嘘やん。その奥にいるぞ。俺が車止めてたらへんにいたぞ、多分これ。多分コンビニ強盗とかしに来てただろ、絶対。そこの。あ、ツイックスではない？いや、違う、個人。ああ、なるほどね。さすがにツイックスはないんじゃない？もういないな。あれ、さては、撮るだけ撮って離れてから送ってきたパターンだな。探偵かよ。いや、ワンチャンそれでコンビニ強盗してて、で、警察来た。サブローが行った説あるぞ。あるな、これ。ああ、これ、あるな。あるな。まあ、俺がそれで2日間いなくなるから、この話は言語化ができる間にするべきだっつって今日無理やり話したんだよ。ありがとうな、あなたね。つまりそういうことだよ。なるほどな。で、無理やり起こしたんだよ。ねえんじゃねえ。時間作れ。あ、そうだな。明日、明後日起きれないんだったらな。うん、時間作ってよかっただろう。ああ、よかった。うん。ありがとうな。うん。俺もな、この町を寝たら左側には段ボールの山だ。おう、そうだぞ。早くにほどきしろ。落ちたくない。しろ、うるせえ。一旦生活できるようになったからもういいかなって思ってる。うるせえ、しろ。甘えんな。田中へ。フローリングはちゃんと傷つかないようにマットしけ。ああ、パズルマット敷いてみる。いいね。パズルマットの上に絨毯2つだ。おう、引っ越しの時期しかできないからな。ちゃんと配線を整えたり、ああ、配置を決めたり、ああ、それサボったらもう終わりだよ。今日本当に嫌だったけど頑張ってやった。お、最初配線雑でもう目の前に線だらーみたいな感じだったけど、いや、ちゃんとしようと思ってちゃんとした。お、ちゃんとぐるっと回って入ってる。うん、俺はもうめちゃめちゃめっちゃ考えてもあれだからな。まだ引っ越ししないのに完成図が頭の上にあるから。すごいな、うん、まあ俺はあとあれか、吸音と防音やんなきゃなって感じかな。ちょっとやっぱ反響してんだよな。それはな、もう物増やすしかねえ。そうなんだよな。布を増やすしかねえ。ああ、布を増やすか壁囲うかで。そうだな、うん、引っ越しで使った段ボール囲うか。よくわかんないけどこれやるよ。なんだこれ。マジでよくわかんないや。リスカフェヤドリギオープン。ああ、ありがとう。店長天草さん。じゃあお前にこれやるよ。これ見れない。いつのだよ。こっちだった。え？秋の収穫祭、北の食材を食べ尽くそう。10月17日22時から25時まで、イベントテロ罪はつきません。場所、リサイクルセンター前、 JTS 北支店前広場。好
きな時に来て好きな時に帰っても OK。 まあそういうことだ。引っ越しだっつってんだろ。お前が、あ、アイパックくれないか、死ぬ。アイパックないか、死ぬ。アイパックないか、死ぬ。あ、死ぬぞ。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。ありがとう。勘弁してくれ。アイパックくらい持ってて。アイパックくらい持ってて。あ、今死んだかと思った。もう前回散々殴られたんだから、今回も殴られる可能性を想定しておけよ。いやありがとう。おい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 。いや死んだと思ったな。なんでパンチ一発で死にそうなヘルスで来てんのよ。違う、出血したからな。あ、おっとっと、危なかったな。あーっと、落ちるくね、それ。どうあがいても落ちるくね、それ。え、それどうあがいても。右かかとで今耐えてるから。それどうあがいても落ちる。右かかとで今全体で耐えてるから。それどうあがいても落ちるくね。無理じゃねそれは無理じゃないか。俺の右かかと舐めんなよ。いや、その後どうするんだ。U ターンだ。危ない。で、戻れるのこういうことだ。立った。君と姿立った。まあね、いやだから、だからさ、わざわざ自分からギリギリ行かなくていいんだよ。痛くないから落ちても、うん。押すなよってやつはこれもしかして。いや絶対押すなよもう本当に。落ちても痛くないからこの高さは。押せよ。ああ残念違うんだよ君と姿。大事な話をもう一個よく言おう。もう一個あんのか。この押すなよっていう流れはどうやらなジャパンのやつが作り出したらしいんだけどな、うん、あそこのしきたりでは、うん、押すなよかける3回言った後じゃないと押しちゃいけないらしいんだ。そういう定義お前は2回だった。あーまったく押せせっかちなんだからな。回数で分けてんだ。それぞ押すなよ絶対押すなよ押すなよドーンだからな。なるほどね。これが礼儀だ、はあ、リスペクトがこもってるんだよその3回待つこっち側は。なるほどね。そう、小峰さんってさ、うん、非通知でかけてくる電話かけてくる。あれ小峰さんか分からん。なんか電話あってたんだよ非通知で。俺ワンチャン話の時ワンチャン非通知の可能性はあるな。小峰さん俺の知り合いで非通知でかけてくるのは、うん、まあ、ボス1だね。ボス1か、コミネで。確定だろ。アドミゲスハンは普通に名前出してた。あ、名前出してるな。そういうことか。うん。なんで？ダッサしかも中途半端やし。ダッサ君たち見えないようにして俺が映えるような感じにしとこうっと。じゃあ帰るか、あなたで。うん、帰ろう。もう時間だよ。眠いよ。俺が酒入ってんだよ。で、脊椎が。具合悪そう。脊椎が痛いです。具合悪そう。足早いなお前。よく言われる。ちょっとずつ追いつかれて追い抜かれてるの嫌なんだけど、うん、俺介護してんのかな君とそのこと。おめえがやったんだよ。介護してるみたいになってる。おめえがやったんだよ。終わったけど。いや大変だなマジで。いや一発で脊髄くる君とどうなん。もろくない。体がなまっちまってるか。うん。カルシウム足りてる？これカルシウムの話なんだ。脊椎って。うん。やっぱ脊椎いったってことはやっぱなんかまあ骨かな。骨かな。やっぱちょっとずつお前が早いのムカつくんだけど。いや俺はもう俺はこれだから。それか。うん。もうそんななよなよしてると先行くぞっていう。ねよねよさせたらお前なんだけど。俺は前向いてるぞ。ずる。
お前はいつまで悩んでしてるんだ。負けるわけにはいかねえよな、お前にな。あ、ずるー近いな。うん、うん、何ですか、どうしました。近いよね。うん、近いよね。近いんだよね。どうしました。なんか、うん、なんかね、気持ち的な話よね。気持ち的な話、うんうん、あなたの気持ち、うんうん、気持ち的な話。どうぞ、うん、いちかが付き合ってる人がいて、うん、その人と別れて、うん、でもいちかはその人のことまだ好きで、うん、でも街中で会った時に、うん、新しい彼女といるところを見て、うんうん、しかもペアルックだったみたいな、はい、気持ち。ナタル君に連絡した方がいいの。違う、どういうこと。違うの。何ナタルがとか、ナタルと別れてとかじゃないよ。何で別のナタルいたとかじゃないんだ。ああ、うん、それぐらいの気持ち、そういう気持ちを今抱えてるということ。そう、うん、何があったんですか。え、今日そのタイガでね、うん、あのスプレーとかを、うん、買ったりとか、うん、チケット売ったりを1日やってたの、うん、で頑張りましたね。頑張った、うん、A2 に貼りに行ったのね、うん、お母さんのそのあのよくしてる子が出るから、うん、買ってもいいよって言って。八王子メグさん。あ、そう、メグちゃん、うんうんうん、買ってくれて、そこからなんか、うん、ラルさん久しぶりに起きてて、はいはいはい、そのあなんか病院連れてってもらって病院にも貼ってとか、はいはい、でそれで帰ってきたら、うん、ボスがいたの。どちらに。 A2、 うんうん、 A2 にね。 A2 とかヘリのりか、はいはいはい、うん、で大川さんと喋ってて、うん、私はそのラルさんと一緒にいて、うん、でラルさんももちろんボスのとこ行くじゃん。はいはい。私も一緒に行ったの。それはタイガとして。そう、タイガでね。はいはい。あ、ボスだと思って近づいてって、うん、まあ、久しぶりに頼みで元気してたかみたいな、うんうん、元気ですって言ってパッて横見たら、うん、知らないペアルックの、うん、クマかアザラシがいた。クマかアザラシ、うん、知らない方がダーマー様のお隣にいたってことですか。そう、ペアルック、ペアルックだった。うんうん、本当に全部一緒。ドクタグも服も、なるほど、手袋も、なるほど、靴もズボンも全部一緒、うん、ああ、そうですか、うん、で一緒にヘリで帰ってった。ほう、なるほどね。だから、うん、誰って思って、うんうん、なんかでこれをね、うん、他の人に話したら、うん、同じなんかモヤモヤしちゃう人が絶対いると思って、うん、でどうしようかなと思って、うん、パパに。なるほど、なるほど。それが元彼を街で見かけて新しい彼女とペアルックをしているのを見たという気持ちですね。本当になんかそんな気持ち。え、誰？うんうんうん。その方が私どなたか存じませんし、しかもわかんない。どういうね間柄かもわかりませんけども、うん、あの方がその同じ服装をさせているということは、うん、まあ。近しい人間なので、あ、ごめんなさい、人間、アザラシ、クマ、わかんない、まあ近しい方なのでしょう、うん、うん。お元気そうでしたか、ダーマ様は。うん、元気そうだった。お母さんと喋ってた。それで
十分です私にとっては。うんうん、しかもね、うん、シュが元気で起きてきて、うん、ご飯しっかり食べて、うん、いろいろやってる自分のことやれてるんだったら、うん、いいと思う、うん、けど誰っていうのがすごくびっくりしちゃって、まあ、目の当たりにすればねそういう気持ちにもなるでしょう、うん、ただ我々は、うん、まあいわゆる解雇ですから、うん、うん、その何ですかね、ダーマー様のお力になりたいっていう気持ちは、力になりたいっていう気持ちはあっても、やはりまあそのダーマー様が望まなければ近くには入れないわけで、うん、そう、まあそれは致し方のないことかもしれません。ただ気持ちはわかりますよ、とても。うん。だからね、いろいろ考えたの。もうすでに誰かが戻りたいって言って、うん、ボスが受け入れて、うん、誰かってわからないように変装させてるとかね、うん、もちろんその可能性もありますからね。あるし、うん、それこそ本当に知らない誰かがオズに入った、うん、かもしれませんね、うん、なんか普通に誰かと一緒に何かしてる、うん、だったらペアルックまでしないでしょと思って。まあそうですね。そうでしょう。その時あなたはどういう、それを思うと確かにその元彼というのは言ってみようというか、なんとなくあなたの気持ちの中では理解はしてるんですもんね、現状だったり、理屈は分かってるけど気持ちがって問題ですもんね。そう、うん、全然私もね、だからボスのところ戻りたいなと思って、うん、今行動してるし、うん、ボスともね一回二人で話したの。ああそうでしたか。うん、うん、戻りたい気持ちでいるって、うん、戻りたいっていう話はした。うん、なんかルーファスのそばに行け、答えはすぐそこにあるよって言ってた、うん、そうですか。でも待ちはしないよって言ってた、うん、だからすぐ行くよって言ったけど、うんうん、だからボスは進んでる、もう進まれてると思いますよ、ずっと前から。うん、うん、我々も別に歩みを止めてるわけじゃないでしょ。そう、うん、それこそ君と様を中心に、何がもやっとします？その一番になれなかったこと、うん、そばにいてあげられないこと、うーん、なんだろう、知らない誰かに取られちゃった感がすごいのかも。取られてませんよ。取られてない？取られてませんよ。大丈夫ですよ。誰のものでもないです。うん、そもそも。バンダーマーという男はバンダーマーのものです。そういう意味で言えば。うん。あなただってそうですよ。今ダーマー様、その方
を必要とされてるんでしょう。うん、ただそれだけのことです。だから前に進んでるんですから、あの方は。我々も歩みを止めるわけにはいけませんし、あなたも前に進まなきゃでしょ。うん、ここでそういうふうに思って歩みを止めるようではついていけないと思いますよ、あの方には。みちかは今歩みを止めるっていうか、もう止まらないし止めない、うんうん、じゃあもうその先にダーマー様のそばにいる方にも追いつけるようにというか、うん、うん、でもね、まあ、追いつけるようにとは言いましたけども、そもそも、うん、まあ、ダーマー様がそのそばに置いている方に対してその別にネガティブな気持ちはないんでしょ。なんか、あ？ん？私が入った頃って、はいはい、まず人が少なかったから、まだ、うん、そうですね、そう、ボスとの時間っていうのはあった、うん、みんなと一緒の時間もあった、うん、でも人が増えて、ボスもタスクが多くて、うん、一緒にいるっていう時間がなかった、うん、でもこうなって、うん、ボスは誰か知らない人と一緒にいて、うん、取られた感というか、ずるい。単純にやきもちってことですね。うん、やきもち、うん、うん、そう、やきもち。わかりませんよ、いずれ仲間になる方かもしれませんから。うん、うん、しかもその時私タイガーでいたから、うん、飼い主に捨てられて、うん、新しい動物を飼われたみたいな、うんうん、まあだ純粋に 100% やきもちだとしたら、それは間違ってないと思います。あなたの気持ちは間違ってない、うん、間違ってないです、うん、でもその気持ちを思うってことは、それほどバンダーマーという男に対してのあなたの気持ちが大きいということですから、うんうん、むしろ私の方が小さいかもしれませんね、そういう意味ではね、うん、あの辺りにしたらそうなるかもしれないよ。どうですかね、確かにそれはちょっと違うかもしれませんね、また劇よりも直接見た時の方が、うん、うん、だってボスはさ、ボスにとってさ、パパはさ、そう、側近だったわけじゃん。側近ではないですよ。そばにいたみたいなね。まあ、より近くにお仕えさせていただいてましたけども。うん。その場所が取られたみたいな。まあ、でも実際もう解雇されたわけですからね。その場所はもう、私の場所ではないですから。それに私が解雇されたのは、いろんな理由が、いろんな思惑があると思ってますから、うん、うん、私はなのでその今できることをやらせてもらってますけど、でも事実私はそのモズではございませんし、ダーマ様のおそばにいるべき人間ではないので、うん、その代わりをむしろどなたかがやってくださってるのであれば、うん、ありがとうの気持ち、そうですね、うん、もちろん多少は答えますよ、うん、
でもそこは割り切りませんとね。まあ、うまく言えませんが、その気持ちは間違ってないです。大丈夫です。でもね、恋愛じゃないですからね、これはね。そうね、うん、でも表現的にはそれが一番合ってるなって思ったなるほどね。まあ確かに分かりやすかったです。誰ってなったもん、うん、隣の女誰。このことは私にしか話してないんですよね。うん、そう、うん、他の人に言えないと思って。そのままでいいと思います、うん、まあ話してもナタル君かな、うん、なんか他の人の気持ちをぐちゃぐちゃにしそう、うん、余計な感情かもしれませんね。そう、人によってはさ、あ、もう俺いらないんだって思っちゃう人もいるかもしれないそう思ったらもうそれまでですけどね。だから、うん、誰かにこの気持ちを言いたいなって思って、うん、パパ起きてないかなと思ったら起きてたから。なるほどね、ありがとうございます。いちかはまさかと思いますけど、私いらない子なんだとは思ってませんよね。誰にとって、誰にとって。それはまあダーマー様もそうですけど、うん、思ってないですよね、うん、うん、で仮に、うん、事実そうだとしても、うん、私にとっては絶対ありえませんから、うん、それは、うん、私の娘はあなた一人だけなんですから、うん、うん、なんか昔はね思ってた。何がですか。他の人と入り方が違うから。うん、他の人はさ、こう望んで入りたいってお願いして入ったりとか、それこそボスが欲しがって入ったりとか、うん、まああなたの場合は私のなんでしょう、守るべき対象ということで、うん、まあ目の届く範囲でということで入りましたね。特殊ですね、確かに。だから割と違うと思ってて、うん、でも今この場になって、うん、今このでも1年以上住んでるけど、うんうん、まあ、安全って分かったから一花は名字を戻したし、うんうん、守るられる体操じゃなくなって自分でも大丈夫って思えるけど、うんうん、やっぱモズでいた時間が長いし、うん、大事って思うから、うん、今は自ら戻りたいって思う、うん、いいと思いますよ、うん、それで、うん、その気持ちがあれば大丈夫でしょう。ボスとお話ししたときにね、うん、市川はその周りに比べて銃とか、うん、運転とか、うん、まあ、わけじゃないし、うん、IGL ができるわけでもないし、うん、っていう話をしたの、うん、でもそばにいたいって、うん、そしたらボスは、うん、人の心に入る能力をパパ譲りで持ってるから。なるほど、ここはイチカのいいとこだよって、うん、人を騙したりもね、うん、使い方によってはできるし、うん、でもそういう能力が今回のそのイベントの結果に出てんだろうなって。そうですね、もう、うん、だからボスはちゃんとイチカのことを見てくれてたんだって思う。そうですね、うん、うん、そうだと思いますよ。自慢のパパですって言ってた。ああ、それはそれは、
実際に自慢のパパがどうかは分かりませんけども、まあ、あなたがそういうふうにお言葉をいただいたならば、うん、うん、まあ、いただいた上でのその今回のことなんですもんね、うん、なるほどね。まあ大丈夫、大丈夫とは言えませんね。なんだろうな、まあ、さっきも言いましたけど、そのあなたが思うやきもちというのは正しい感情だと思いますし、もとい間違ってはないと思いますし、うん、うん、気持ちもわかります、うん、ですから、うん、無理にそのやきもち焼いてる自分を否定しないように、うん、うん、そこが大事だと思います。うん、うん、どんなことがこの先ね、うん、あっても、うん、そのバンダーマーという男に届かなかったとしても、うん、あなたは私という味方がいますから、うんうん、そこだけは覚えておいてください。覚えた、うん、まあ、ただ手を抜いちゃいけませんよ、私がいるからといって、うんうん、ただね、その届かなかった時に打ちひしがれないように、うん、それだけです、私の願いは、うん、ちょっと待ってくださいね、電話が。うん、大丈夫。もしもし、ルファスです。お疲れ様です。お疲れ様です。まあアヌとナタルと話してきまして、はいはい、はいはい、まあナタルはすごいなんて言うんですかね、うん、まあ、前回はもう話して一緒に行くことは決まってるんですけど、はいはいはい、やっぱりなんか改めて、うん、ナタルが、うん、なんかあいつめっちゃいいやつです。どうしました？ナタルめっちゃいいやつです、ルファさん。そりゃあなた私の娘の彼氏ですから。まあそうですよね、ええ、もう言葉はいりません、ナタルに。そうですか、はい、あいつはいいやつです。でも私には言葉ちょうだい。何ですか？何があったんです？まあなんか今までその一人で背負わしちゃっててごめんねみたいな、今度からやっぱその、うん、ボスを支えるのはこうじゃどうしようもないから、うん、その俺たちで一つのでっけえ柱になってボスを支えようぜみたいなことを、うん、まあ言ってくれて、うんうん、でまあその無線で、うん、まあ大王とかが、まあ大王か、うん、がまあその個人に最近モズ大型やんないねみたいなこと聞かれて、はいはい、でまあ8で決めたことを言ったんだけど、うん、それでよかったよねとか、まあ確認だとか、うん、みんなもちゃんとやれてるみたいな、なんか無線とかもあったみたいで、うん、まあなんかそれでこうナタル的にも、うん、まあデオ君にその変化みたいなのもあって、うん、まあ嬉しかったと、うん、やっぱり本来みんながそういうのを、うん、まあ言ったり報告したり、うん、まあ注意したりですけど、うん、やっぱそういうのはそのこうじゃなくて全員でやるべきだと、うん、だからまあその今まで本当にまあありがとうっていうのもあるし、うん、その君とその頼りになるように、うん、もっと俺も頑張るから、うん、まあ、これからもよろしくなみたいな感じでしたね。なるほどね。アヌギフ様は、まあ、まあアヌギフはもうちょっと咀嚼が必要ですか？まあもしかしたらというか、うん、まあ、ここで進む道は違えるのかなと。そうですか。いう感じですかね、うん、それは本人の意思、それともあなたが感じ取ったもの？本人の意思です。そうですか。まあ本人がそういうのであればそれでいいと思います。まあ自分的には
っぱりいろいろあれど、うん、いろいろあれどやっぱり今までね、うん、頑張ってきた仲間ですから、うん、そういうまあ隠し事とかだったり、うん、まああったりはしたけど、うん、まあ本気で戻りたいとか、うん、やっぱりモズに入りたいです、もう一度やり直したいですっていう思いがあるんだったら、うん、全然俺は一緒に行くって、うん、まあ、言って、うん、まあその上で、まあ、あの岐阜も悩んでるって、あの岐阜はか、あの岐阜は悩んでるっていう、うん、まあ、言って、うんうん、まあそうですね、まあやっぱりそういうミスが許されないと言いますか、うんうん、やっぱりそういう中で、うん、その次同じようなことをしちゃうかもしれない恐怖だとか、うんうん、まあそういったところがあって、まあ、プレッシャーに感じてますと、うんうんうん、まあだから、まあ、自分で決めなって言って、うん、まあでももう俺は先に行くからなっていうことも伝えまして、うん、だから、まあ、このタイミングではそのモズを去る形になると思うんですけど、うんうん、まあその中でこの街で生きていく中で、まあ、自分自身でやっぱりモズに戻りたいなって思ったらその時自分の足で、うん、ボスの元に行けばいいと思うし、うん、まあ、その結果どうなるか分かんないけど、それもまたお前の人生の一つだから、うん、自分で決めなって言って、うん、まあ最終的な別れ方としてはやっぱり、うん、やめるというか、まあ、このまま、うんうん、っていう感じですかね。なるほど、分かりました。あなたの、まあ、あと、はいはい、あ、はい、いやどうぞ。いや、あなたのそのアヌギス様への言葉は100点だと思いますよ。ありがとうございます、うん、やっぱり自分は本当になんかモズは組織だみたいな感じでここ最近ずっと考えて動いてたんですけど、うん、やっぱりどっかで割り切れなくて、うん、やっぱり仲間が欠けるのは寂しいですし、うん、まあ何が正解か分かんないんですけど、うん、まあ、そういった中では自分の気持ちは伝えられたかなと思います。うんうん、よろしいと思います。ありがとうございます。はい、あと自分が話せてないのジョバーと、うん、まあ、おでん神庵ですかね、はいはい、うんうん、まあでもおでんと神庵は多分、まあ、おでんは喋ってるんで分かんないんですけど、うんうんうん、神庵はだいぶ前向いてるって聞いてて、うんうんうん、まあ、おでんも多分あれだと思うんで、本人の言葉がねやっぱり一番ですから、まあ聞けたらそうですね、うん、聞きたいですけど、うん、とりあえずその一華がボスと会ったらしくて、ああそうらしいですね、まあ、その中で遅いやつは置いていくみたいな、うん、まあ、ことも言われたみたいで一華が、うん、まあでも自分もその通りだと思ってまして、うん、まあ、結局このタイミングでその自分自身を見つめ直せて、うん、その変わる意思を、うんうん、自分の中で持った上で組織のためにじゃ何ができるかっていうところと、うん、まあ、そういうところに向き合えてるやつがやっぱり今後のモズに必要だと自分も思いますので、うんうん、私も思います。まあ焦りはしないですけど、うん、まあそろそろボスの元に行きたいなという思いは、うん、強いです。わかりました。
いう感じですね。まああと本当自分が気になってる引っかかってるところで言うと本当ジョバなんですけど、まあジョバとカミヤンおでんにも全部その、うん、まあ意思と、うん、まあ、タイミングが合わなかったら、うん、そのもう俺は先に行くからっていうのもメールで伝えてます。それがいいと思います。わかりました。私があなたにできることがあれば何でも遠慮なく言ってほしいですし、はいはい、私はあなたを、まあ指示じゃないですけどサポートできるところはサポートしますので。ありがとうございます。はい、すいません、本当こんな夜遅くに。いえいえ、ナタル君はいい男でしょう。ナタルはいい男ですね、本当。はい、それはね、まあ思います。でもね、ルーファさんがカッコつけて私とお金一家に。うるさい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 よ。遅くまでお疲れ様でした。はい、ルーファさんもお疲れ様です。はい、ありがとうございます。じゃあそれじゃあまた。はい、また。おやすみなさい。おやすみなさい。いちか、はい、あ、よかった。ごめんなさいね、めちゃくちゃ時間かかっちゃって、うん、どこの女？めちゃくちゃとか、君とすっていう女殺そう。あなたはこの時間、あなたこの後何かあります？寝ますか？もう、もう寝ようかな。もうあなた今日うちで寝なさい、もう。あ、うん、隣で寝る、うん、いや、私ソファーで寝ますから。え？うん、いや、あんはおかしいでしょ。そうでしょ。枕2個あんのに？何？枕2個あんのに？枕は2個あるけど、うん、うん、一人用なんだよな、あれは。いちかが寝相悪いから？そうですね。そういえばちゃんとお家帰ってます、あなた。毎日帰ってるよ。ナタル君は？ナタル知らない。え？知らない。あ、でも昨日は家帰るって言ってた。ああ、そうです。で、寝るタイミング一緒じゃない。ああ、そうなんですね。昨日はいちか北のお家で寝た。北のお家？うん、北のお家？うん、まあ、北にあるお家が一個あるんだけど。それ私知ってます。知らないと思う。あ、隠れ家的なことですか？なんか最初に使ってたなんかナタルの倉庫みたいな。あ、そうなんです。そんなとこで寝てるんですか、あなた。ちゃんとベッドあるよ。あ、よかった。ソファーもある。昨日はその JT 北 JTS でちょっといろいろ喋ってたから。うーん、なるほど。そう、だから昨日は北で。まあ家に帰ってるならばいいです。そういえばキミトスっていう女がね、うん、ナタル君のこと褒めてましたよ。キミトスっていう女はイチカからナダルも取ろうとしてるの？してませんよ。あ、まだけに飽き足らず。イチカはさっき なんならキミトスに電話したけど電話出てくれなかったよ。あ、そうなんですか？うん、ちょっとちょっとダウンしてんのかなって思ってた。それはちょっと待ってくださいね。 Your call has been forwarded to an automatic voice message。でもね、キミトスさん、これは理解してほしい。キミトス様もね、今日かなりバタ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 どこそこどこそこ動いてたので、そうなんだ、忙しかったみたいですから。A2 であったけど。ん？ A2 であったけど。あ、 A2 って合ってるの、うんうん、あのギフ隣に乗せてた。ああ、うん、大丈夫。イチカのものでもないけども、そもそも。そうだけど。でも大丈夫。知らないやつに取られた。はそれはね、それ取られてませんから、そもそも取られてないですから。取られるってのはちょっとね、ちょっと違うな。もっと二人きりの時間ずるい。まあそれはずるいと思うのは結構ですけど、うん、でもそれはね、我々にも非があるわけですから。そうだけど、うん、
挽回すればいいじゃないですか。うん、うん、もし戻れたらね、戻れたらというのもなんかな、もう君と様とさっきねお電話してた時に思ったんですけど、やっぱりこうそのあなたの話もそう、あなたの話も聞いて、こう君と様とあなたの話を聞いて思ったんですけど、もうターマー様は前に進んでらっしゃって、まあどうか分かりませんけど、そのダーマー様の隣にも支えてらっしゃる方がいる、うんうん、であれば戻るっていう表現は間違ってるかもしれませんね。そもそも今までのモズは少なくとももう存在しない、うんうん、我々が思っていた、だからダーマー様が今進もうとしてる道に我々が合流できるかそうじゃないか、その方がなんかこうしっくりくる気がしますね、なんだかね。そういう意味で言うともう戻れないんですよ。戻れない、うん、後ろを見てるのではなく前を見ないと、うんうん、から今までのようにはいかない、うん、うん、逆に言えば今までと違った景色が見れるかもしれない、うん、うん、そう思います、うん、まあ今はあなたはもうハンカチ噛みしめて枕濡らしなさい、もう今日は夜泣きしていいってこと、夜泣きすればいいじゃないもうそこで寝るまで寝ちゃダメだからね。え？いや私はもうすぐ寝ますよ、ここでもう秒ですから私。いちかのお腹ポンポンしながら寝かしつけて。あ、ちょっと寝たふりが下手すぎたな。一旦靴は脱ごうね。パジャマ着よう。あさってでしたよね本番は。イベント？うん。そう。あさってか。大変そうですね。しかしね。なんかイメージしてたのよりさ、大きくなったからさ。大きくなった？あ、規模が？あ、そう。あ、いいことじゃないですか。本当にありがたい。なんか、うん、父さんも増えたから。あ、そうなんですね。そう、めっちゃ増えた。それこそ本当になんかこう手伝ってくれる人がいるからだと思ってるし、うん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 、まずありがたいと思ってる、うんうん、違うな、じゃあおやすみなさい。いちかが寝るまで寝ないでね。パパ？パパ、もう寝てる？何ですか？